こんにちは、ホワイトカルです。明けましておめでとうございます。さて皆さん、皆さんの周りにも男性っていますよね。殺したいと思いますよね。男性って一人残らず全員キモいし、汚いし、偉そうだし、ムカつくじゃないですか。女性でそういう人は全然いないのにね。周りの人にも何人か聞いてみたんですけど、みんな男性は嫌いって言ってましたよ。既婚者の人も旦那が憎いって言っていましたし、小学生くらいの女の子も父親とかクラスメートとかそのあたりの店員とか、男はうざい、消えてほしいって言っていました。こんな風に男性と生き物は世の中みんなに嫌われている対象なんですね。それにもかかわらず、実際に手にかけると法律により罰せられてしまうんですよ。日本の法律というのは、国会議員のお三どもが自分たちに都合のいいように作るものですからね。女性を抑圧するためにね。マジでクソですよ。そこで私、ドブネズミを捕まえてきました。もちろんオスですよ。これからこのドブネズミを人間の男だと思って殺そうと思います。知っていますか？ドブネズミは哺乳類なのに鳥獣保護法で定められた保護動物の対象外なんですよ。理由は有害だから。人間のクソオスどもも同じ扱いにしてほしいですよね。さて、尖ったペンとキッチンバサミ、洗面器を用意してグエッエッエッ行きましょう。オスは滅びろ。ここからはホワイトカルがネズミに数々の虐待を行い、最後は殺す。ネズミの苦しむ声を擬人化し、ズンダモンに担当させるという台本になっていましたが、残酷さが一線を越えている。制作途中で作者が泣き出してしまった等の諸事情を勘案し、当該シーンを大きくカットいたします。うふふふ、楽しい。人間の男もこんな風にバラバラにできたらいいのにな。ケラ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 